念入りなファンサービスをしなくちゃな。どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、フォーです。さあ本日なんですが、ファンサービスデッキ作ってきたんで、やっていこうかなというふうに思っております。ファンサービスデッキ、ギミックパペットデッキですね。ギミックパペットデッキなんですけれども、ちょっとね、余計なカードいっぱい入れてるんですよね僕。例えばまあその村雲とか、その怪獣とか、アストラルクリボーとか、まあシシオアルファとか、この展開できるレベル8モンスター入ってるんですよ。これなんでかっていうと、そのギミックパペット純正で組むとちょっとね弱いんだよね。ギミックパペット純正のモンスターたち、もちろん効果自体は悪くないと思うんですけど、ちょっとね縛りがきついんだよね。例えば、まあ、レベル4、2体で作れる、一応入ってるけど、ギミック的にはテラーベビとか、まあ、ハンプティタンプティ入ってるんで、まあ、これでレベル4、2体並べて、ギガンテスドールとか、まあ、出せるんだけど、これね縛りつくんだよね。あ、ちなみに相手のモンスターをパクって、で自身リリースするとレベル8にしてエクシーズできるっていう最強効果なんだけど、これまあ、そもそもリンクモンスターはねレベル持たないから微妙だし、このカードを発動した、この効果発動したターン、自分はギミックファイトモンスターしか特殊ができないと、でエクシーズモンスターしか殴れないと。これねこういう効果がねあるからねちょっときついんだよね。で、あとこれね、ギミックパケットキメラドールも、これリンク召喚に成功すると、デッキからギミックパケットモンスター手札に加えて、手札に、加えたモンスターをフィールド上にギミックパケットのみであれば出せるという効果を持ってるんだけれども、この子の発動後、短視の上で自分は機械族エクシーズモンスターしかエクストラデッキから特殊召喚できないっていう効果もついちゃうんだよ。だからこういうね、縛りがすごい強くて、ちょっとね、ギミックパペットだけで展開するのは弱いなっていう、まあ、そういう結論に至りまして、で、結局ギミックパペットって何が強いかって思ったんですけど、まず、これが強いんだよね。アージェントカオスフォースっていうこのカード。ランクアップマジックアージェントカオスフォース。このカードどういう方かっていうと、自分のフィールドのランク5以上のエクシーズモンスター1体対象として、その自分のランモンスターよりランクが1つ高い、カオスナンバーズもエクシーズモンスター、またはカオスエクシーズモンスター1体を対象のモンスターの上に重ねてエクシー召喚扱いとしてエクストラデッキから特殊召喚すると。でさらにこの格好墓地に存在していて、自分のフィールド上にランク5以上のモンスターエクシーズモンスターが特殊化されると回収できるっていう、まあ、要は2回使えるかもしれないっていう効果なんだけど、ちなみに2番目の方がデュエル中に一度ねなんだけど、これで要は8エクシーズを立てて、でその上にデビルズストリングスとかを出せるんですよ。デビルズストリングスとか、シリアルキラーとか、今回何を出したかったかっていうと、ギミックパペットデッキのエースモンスターであるデビルズストリングスとこのシリアルキラーを俺は使いたかったんですよ、どうしても。ちなみにレオはクビにしました。このギミックパペットデスティニーレオっていうモンスターと、あとギミックパペットディザスターレオっていう、まあ、モンスターが一応いるんだけど、これはねちょっとですね、クビにせざるを得ないから、ちょっと出さねえ、ほとんど。まあ、これで特殊勝利狙うギミックにするんだったら、もうちょっと専用構築にする必要があると思うんで、ちょっと今回はこの人たちに一回抜きまして、このモンスターたちを活躍させていくっていうギミックに私はしてきました。で、まあ、どういうね、展開をすればいいかというと、レベル8にて並べばいいんですよ、とにかく。その、ギミックパペット、ヘブンズストリングスとか、まあ、ジャイアントキラーとか、これ、汎用なんですよね、別に。そのギミックパペットモンスター2台とかじゃないんですよ。レベル8モンスターかける2で作れるんですよ。だから、まあもちろん、ネクロドールとか、このビスクドールとか入ってますから、一応レベル8は並びますよ。レベル8は並びますけれども、ジャンクパペットとかもあるんで、ジャンクパペットで蘇生するとかできますけども、まあそれ以外にもレベル8並びゃいいんで、だからアストラルクリボーとか、まあ、ムラクモノオロチとか、まあ、シシオアルファみたいな、汎用レベル8モンスターを入れて、このランク8を出して、で、こっからランクアップマジックアージェントカウスフォースして、デビルズストリングスまでつなげるみたいなね、こういうギミックになっております。はい。で、マジ先行やることないんで、このデッキ先行マジギミックパペットやることないんですよ。やることなさすぎるんで、まあ高校取るんですけども、まあ高校取った時に、まあ、強いカード、例えば怪獣とか、まあ、シシオアルファみたいな、バウンスセキュラのモンスターとか、あとライトニングストームとかが入ってるっていう感じですね。はい。で、エクシーズモンスターたちは結構いろいろ出せるんだけども、
一番強いギミックはさっき言ったようにこのアージェントカオスフォースを巻き込んだ時に、できる動きで、まずギミックパペットヘブンズストリングスをエクシー召喚します。でこいつをまあレベル8を2体並べてエクシー召喚する、まあ、レベル8、2体並ばなかったらもう最悪、ギガンテスドールとかで相手のモンスターパクってエクシーしてもいいし、なんか、リンク召喚してなんか頑張ってもいいけどね。で、このヘブンズストリングスを出して、はい、でこのカードの効果でストリングスカウンターをばらまきます。このカード以外のフィールド上の表側表示モンスターを全てストリングカウンターを置くと。でストリングカウンターが置かれたモンスターはエンドフェーズに破壊されると、次の相手のここまで待ってたら押せんすよ。こんなところまで待ってて破壊できるほど環境甘くないんで、なんで、即座に破壊していきます。これでランクアップマジックアージェントカウスフォースでデビルズストリングスを出すと。でデビルズストリングスの効果はストリングカウンターが置かれているモンスター全部破壊して自分はデッキから1枚ドローすると。要するにまずヘブンズストリングス出してストリングスカウンターをめっちゃ置いて、でアージェントカウスフォース打ってデビルズストリングス出して、でストリングスカウンターが置かれているモンスター全部破壊して1枚ドローするっていうこれがしたいです今日は。はい、主にで、ちなみにバーンダメージも、ね、ありますから非常に強いですね。はい、で一旦一度このカードのエクシーズ際を取り除くと相手フィールドの表側表示モンスター全てにストリングカウンターを一つずつ置くっていう効果も一応あります。はい、でもちろんこれだけで勝てないじゃないですか。そんな1体しか出ないしモンスターが、なんで、この上に重ねることができるモンスターっていうのがねこの上にはいるんですよね。まずですね、デビルズストリングスとかシリアルキラーの上に重ねてエクションができる、このペインゲイナーさんね、ナンバーズ84ペインゲイナー、このモンスターはランクが、8から10のエクシーズを2つ以上持っているモンスターの上に重ねてエクシーズ召喚することもできるよと。でなこの効果はあんまつかないから、まあ、別に一回説明を置くわ。でペインゲイナーの上に重ねてさらにエクシーズ召喚できるモンスターがいくつかいるんですよ。まずザ・セブンシーンですね。これはね非常に強力なモンスターで、このカードは自分のフィールドのランク10、11の闇属性エクシーズモンスターの上に重ねてエクシーズ召喚できると。でこの方で特殊が成功したターン、このカードの1の効果は発動できない。1番はめっちゃ強くて、一旦一度、素材を2個切ると相手フィールド上の特殊がされたモンスター全部除外するよっていう、対象となる除外がなんかぶっ飛ばせるっていう。でさらに除外されたモンスターの中から1枚を選んで下に重ねることもできるよっていうことで、これ非常に強力な効果。まあこれは、この、 重ねる方法で出したら使えない。で2番目の効果も強い。フィールドのこのカードが戦闘効果で破壊される場合、代わりにこのカードのエクシーズ作用を1つの効果できる。この強いことしか書いてない、最強で。これ以外にもね重ねられるモンスターってのがいてね、エクシーズモンスターが戦闘を行うと、まあ、これが出せると最強なんですよこのモンスターは。これなんでかっていうと、そのあのランクアップマジックを使って上に重ねたデビルズストリングスっていうのは、まあ素材を基本的に2個持ってるんで、2個持ってる素材を持ったデビルズストリングスの上に重ねてこの虫出して、で虫の上にアーゼウス出すと素材4個なんですよ、アーゼウスの素材が。だからこの素材を2個取り除いて相手の、あ、相手っていうか自分のフィールドもだけど、全フィールドのカードをこのカード以外のカードを墓地に送るっていう効果を2回発動できるんですよ。これがねめちゃめちゃ強いんだよね。はい、なので基本的な動きなんですけども、このデッキの動き、まずレベル8を2段並べます。でヘブンズストリングスを出します。でヘブンズストリングスでカウンターをばらまきます。でその上にアージェントカオスフォース打って、デビルズストリングス出して全部っ破してぶん殴って、でその上に重ねて虫アーゼウス、これが一番最強だと思う最終盤面全然ギミックパペットじゃねえみたいな話あるんだけど、まあ一回経由してるから、だからギミックパペットデッキ以上で、一応ランク8できるので、ランク8モンスターいくつか入ってまして、タイタニックギャラクシーとか、あとギャラクシーサイファーから の、 ブレードとか、まあ、あとディンギルスとか、まあ、こういうのは一応入ってんだけど、ちょっとね制約重いんだよねギミックパペットネクロドールって。これギミックパペットモンスターのなんかエクシストにしか使えないっていうね、なんかクソみたいな縛りがあるんで、まあ、こいつとかを使う場合はもうほんとこのくらいしか出せないから、だから、重ねて重ねて、重ねるとか、重ねて重ねて重ねて重ねるっていう動きをしていくっていう、まあ、そんな感じですね基本的には。はい、であとはまあ安定感出せればいいから、まあトレードインとかね、レベル8めっちゃ多いからトレードインとか、あとオロカの埋葬で、まあ、村上も落としたり、まあ、いろんなことをできればいいかなって思って、まあ、こういうカードが入ってますっていう感じですね。まあ、もはやねこの正直ギミックパペットデッキをなんかその試行していけばいくほど
ギミックパペット要素って少なくなってくるんですよ。もうなんか俺血迷って未回帰のレベル8のやつなんか全部入れてたこともあったからなんかね縛りがきついのとにかくこいつら。なので、まあ、縛られないその範囲内の中でなんとかしてちょっと組んできたらこうなったっていうデッキなんで、ちょっとそこだけご了承いただければなというふうに思っております。早速ねファンサービスをぶちかましていきましょう。デュエルスタンバイ。さあ早速始めましょうか。殺戮ショーをね、フォーごっこ始めるわ今から。おい伏せすぎだろ。あインフェルニティネクロマンサーやばい。ちょっとなんかスーパー先行制圧されそう。スーパー先行制圧デッキじゃんこれ。なるほど、ちょっとなんかわかんないけど、とりあえずインフェルニティはなんかぶん回られると先行八妨害みたいなことされるって聞いたけど、やばいやつですかこれ。一射蘇生、なるほど、なかなかやばそうな動きしてますね宇宙みたいなこと起きますこれ。やばい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 、やばか、なんかやばいね。めちゃくちゃ並ぶじゃん。ちょやめてやめてやめて、もうちょっと勘弁して。スカルデットなんか弱くねえか、やってること。そこスカルデットなんだ。でスカルデットの効果で、一応4対3にしてから4枚ドローして3枚リッキー戻すみたいな感じな。はい、4枚ドローして3枚リッキー戻していくスタイル。ハンドレス状態から1枚ハンドある状態にしていく。でセイジ君の効果何ですか。デッキからインフィニティモンスターいった墓地を送る。なるほどね。手札0枚の場合に発動処理ができる。ええ手札0枚じゃないじゃん。え大丈夫、えだゴミみたいな展開来た。ゴミ展開来た。チャンスや、チャンスやけど俺の反応弱え。ちょやばいやばいやばい、ちょ俺の反応が弱いって。ちょどうしたらいいこれ。ちょなんとかするしかねえ。こんななんか魔法カードだらけの反動なんのおかしいだろこれ、どう考えても。コンドレンスパペット出すしかないな。コンドレンスパペットで、ギミックパペットネクロドールとギミックパペットビスクドール墓地送り、そして愚かな埋葬も発動せざるを得ない。行こう。愚かな埋葬の効果によりここ村コモやろこれこれ村コモだろこれ。モンスター数増やすにはこれしかねえ。行け村コモ。そしてだな、まあ、死者蘇生もあるから意外と止められてもあるのかな。で村クモのオロチの効果を発動。村クモのオロチの効果によりデッキトップ8枚を墓地、あデッキから除外することによってこのモンスターを特殊召喚できる。うん、ジャンクパペットを発動。ジャンクパペットの効果によってビスクドールを特殊召喚。そしてレベル8のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚、現れろナンバーズ40、人類の英知の結晶を見せつけるがいい。ナンバーズ40ケミックパペットヘブンズストリングス。そしてヘブンズストリングスのモンスター効果、恐るべきモンスター効果を発動。このモンスターのオーバーレイユニットを1つ取り除き相手のフィールド上のモンスターにヘブンズじゃあストリングスカウンターを置く。そして手札よりラックアップマジックアージェントカオスフォースを発動。俺はヘブンズストリングス一体でオーバーレイネットワークを再構築。現れろカオスナンバーズ40、人類の英知の結晶で悪魔よ蘇れギミックパペットデビルズストリングス。デビルズストリングスのモンスター効果メロディー呼ぶまさか。蘇生してちょっと考えますね、蘇生して、蘇生してワンチャン殴りに行ったらワンあるか。蘇生して殴りってあるな。これもう一体並ぶな。もう一体並ぶぞ。行くか。これ行った方がいいな。ギミックパペットテラベビーを召喚。テラベビーのモンスター効果、恐るべきモンスター効果により墓地のギミックパペットネクロドールを特殊召喚。さらに俺は手札よりマジックカード死者蘇生を発動。この効果により飛行者村クモのオロチを特殊召喚。そしてレベル8のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを再構築。エクシーズ召喚、再び現れろナンバーズ40ギミックパペットエブンズストリングス。そして
このカードのエキシー召喚に成功した場合、墓地のアージェントカオスフォースは手札に舞い戻る。そして再びランクアップマジックアージェントカオスフォースを発動。エブンズストリングス一体でオーバーレイネットワークを再構築。現れろカオスナンバーズ15。人類の英知の結晶が運命の糸を断ち切る使者を呼ぶ。ゲミックパペットシリアルキラー。シリアルキラーの恐るべきモンスター効果を発動。このモンスターのオーバーレイユニットを一つ使い、相手フィールド上のカード1枚を選択し、そのカードを破壊する。エクスターミネーションスラッシャー。バトルだ。さあファンサービスの時間は終了のようだな。うん、いけジェノサイドガトリングバースト、デビルズブレード。君のデュエルは素晴らしかった。だがしかしまるで全然僕に勝つには程遠いんだよね。さあファンサービスのお時間だよ。君も僕のファンになっちゃったのかな。ファンサービスをたっぷりとしてあげよう。フォーさんってこんなキャラクターでしたっけ。なんかあの俺の記憶補正でなんかめちゃくちゃ下水キャラクターなんですけど、こんなキャラクターでしたっけ。なんかもうちょっといいやつだった気をする気がしますけどね。どうでしたっけ。相手デッキなんや。愚かな服装なんだ。月光か、わからん。なんだ崩壊か。ちょ愚かな服装入ってるデッキっていっぱいあるからな。なんだろうこれ、何が落とされるやつですか。スカーレットレイン、何貴様ジャックだったか。何サイキックリフレクター、やべえ。なんかちょっと初動強そう。やべえな、初動はちょっと強そうやな。ちなみにね、レッドデーモンズデッキもしっかりと作ってあるんでね、お楽しみにしておいてくださいね。動画しますんでね。そのうち1日なんで24時間しかねえんだろうな。1日100時間くらいあったら1日3本くらい動画出せんだけどな。はい、残念ながら1日24時間しかないことに俺は絶望しているよ。もうちょっとサービスしてくれてもいいんじゃないか、1日の時間を。俺は結構みんなにファンサービスしてるぞ。これはあれですか、カオスルーラーから入ってなんかめっちゃやばい動きするみたいな感じですか。ちょスカーレットスーパーノバドラゴン、ちょっと本当にやめてほしいんだけど。あのスカーレットスーパーノバドラゴンだけマジでやめて。ちょっとあれ出てく、まあでも大丈夫だったわ。今ガメラいたわ、ガメラいたー。もうなんなら出せスカーレットスーパーノバ出せ。あレッドデーモンズのスカーライト、なるほど、やるじゃないか。なかなかこれはアーク5版のジャックのエースモンスター、かっけえよなこいつ。ほんとかっこいいよね。灼熱の、なんか灼熱のクリムゾンヒルバーニングだったかな攻撃名。かっこいいんだよね、とにかくスカーライトは。ええ、サンスセラトそんな伏せるカードある。あ弱いな盤面。でも伏せ怖いな逆に。まあ、スカーレットレインはシンクロモンスターいなきゃ大丈夫なんで。シンクロモンスターいなきゃ大丈夫なんで、ですね、ちょっと少々お待ちください。これはこうですかね。まず一回プレゼントフォーユーするしかないですね。これあげちゃう。これが俺のファンサービスだ。いけガメシエル。これが俺のファンサービスだって言いながら、なんか謎のモンスタープレゼントするの楽しい。さあ俺は気候じゃ村雲のオロチをまた挨拶のように墓地に送っていくぜ。そして気候じゃ村雲のオロチの効果を発動。デッキトップ8枚を除外し、このモンスターを特殊召喚。これなんか妨げられた怪獣の眠りとか入れてもいいかもしれない、ね、もはやね。アストラルクリボーの効果を発動。ナンバーズモンスターを相手に見せつけ、このモンスターと同じレベルとしてこのモンスターを特殊召喚。そしてレベル8のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚現れよ。ナンバーズ40ギミックパペットヘブンズストリングス。そしてギミックポイントヘブンズストリングスの効果発動。オーバーレイユニットを1つ使い、スピード上のモンスターすべてにストリングスカウンターを置くぜ。そして手札よりランクアップマジックアージェントカオス放送発動。現れよカオスナンバーズ40。人類の英知の結晶で悪魔よ蘇れ。カオスエクシーズチェンジ。ギミックパペットデビルズストリングス。デビルズストリングスの効果メロディーオブまさかストリングスカウンター。何？
何？貴様なかなかやるな。じゃあこのデッキ、このカードドローする効果あるからウララ踏むんかい。こいつふざけんなよ、ウララ踏むんかいっていうね。なるほど、やるじゃないか。バトルフェーズに移行するぜ。いけ、このモンスターは3300もの打点を持っている最強だぜ。そしてエクシーズモンスターが戦闘を行ったな、ジャックよ。これがギミックパペット最強モンスターだっていうことを見ましたやろう。ペインゲイナー、ランクアップマジック、アージェントカウスフォースは帰ってくるぜ。ペインゲイナー一体でオーバーレイネットワークを再構築。エクシーズ召喚、現れよギミックパペット、メガロキア、アーゼウス。絶望的なモンスターが出てきてしまいましたね。悔しいでしょうね。このモンスターの効果によりオーバーリーヌイットを2つ使い、相手フィールド上のカードを全て墓地に送る。ギミックパペット、ネガロキア、アーゼウスに負けてしまいましたね。悔しいでしょうね。先行やることねえんだよな、先行渡されてもみたいなのがあるんですよね。マジでマジでやることない。ちょっとトレードインで村雲切って、まあ、ドローしていくしかないですね。もうちょっとなんか、いや魔法カード来すぎなんだよな。もうちょっとモンスター増やした方がいいのかな。これなんかすごいなんかさ、本末転倒なこと言っていい、ぶっちゃけ、まあ、ギミックパペットテラーベビーとハンプティダンプティを全部なんかと、あとコンドーレンスパペットと、なんだっけ、なんかジャンクパペットを全部未回帰とかに変えた方が強いと思う。すごい本末転倒なこと言っていい、いやこれマジなんですよ、これマジですね。あまりにも確信に迫ることを言いますけど、このなんかようわからんモンスター送ってる暇あったら、なんかね、とりあえずね、コントレスパペットとかも強いけど、書いてることは強いけど、いやマジでもっとレベル8展開できるようにした方がいいと思うわ。なんかね、単純に怪獣増やすとか、あとまあ妨げられた怪獣の眠り入れるとか、まあ、未回帰 のビッグフットとあのサンダーバード入れるとかの方がね、正直、うっそー。まあでもいいや、それは帰ってくれるから、それはいいや。断殺まあいいよ。いや聞こうじゃん、胸毛者のうち。そんなに痛くないからね、怪獣されてもそんなには。ガスタデッキじゃん。やば、最強デッキと言われているガスタデッキじゃないですか。一旦ちょっといらねえカード捨てるしかないけど、コンドーレスパペットカードもいらねえよ。これこうしてで、なんか引こう。なるほどね。いやシシオアルファ、まあでも気候者いるから、まあ、割と強いですね。これでレベル8、2体は並べられるかなっていう感じはするけど、はい。フィリカちゃんね、なんか割と相手動き回ってんな。ちょ、やばいぞ。めちゃくちゃ珍しいな。多分この動画、公開される頃にはもう僕、動画公開してますよね、ガースターね。おそらくね、おとといかな、おとといの動画くらいだと思うけど、大ガスタスフィアード、やばいね。やばいこと起きてるかもしれないよ、これ。なんか見たことある動きされてるね。ちょっと待ってね。あれ、これ消火器使ったっけ。あれあれ、やばいな。ダイガスタスフィアロとかいうモンスター、確か戦闘ダメージ全部こっちが受けるみたいな、アマケンみたいなこと思ってたな。あれなんか見たことあるぞ、この動き。おい見たことあるぞ。おいやめろ、そんな音しちゃいけない。やめろやめるんだ。戦争は良くない、争いは良くない。うわちょっと待って。おいクソデッキじゃねえか。